オリンピックエンブレムは近代オリンピックの各大会ごとに制定されるエンブレム。時代とともに創作条件が異なってきている。3要素の配置順が異なる例 IOC によるとエンブレムが本格的に使用され始めたのは1932年、冬季レイクプラシット大会からという。1、トップエンブレムにワードマーク3、五輪マークまたは パラリンピックマークの3要素で構成されるが、1、2、他の2要素を内包したデザイン例も過去にあった。日本の大会組織委員会では3を除いたものを、ロゴ、含んだものをエンブレムと定義区分している。オリンピックポスターなどに用いられ、大会スポンサーなども使用する。逆に言うと、無断で使ってはいけない。近年では、エンブレムの右下側などに、を小さく表示させることが多い。 事前の大会招致エンブレムと本大会用とはデザインが異なることが基本となっている。国際オリンピック委員会が規定でエンブレムは招致ロゴにとって変わるものなどと定めていると言われる。また、招致用は広く無料配布され、大会スポンサーにとって優勝でライセンス展開するのは難しいと営業面でのデメリットもあるという、同時期に開催される、 パラリンピックのエンブレムも一緒に制定されることがある。篠塚製店によると、下記、冬季の両方をデザインしたデザイナーも、2回オリンピックのデザインをしたデザイナー自体も、これまでいないという。日本では、計4回のオリンピック開催があるが、すべて日本人デザイナーの作品が選ばれている。近年は、デザイン選定に際して、世界各国で、 類似衣装のマークがすでに商標登録されていないかを IOC と情報交換しながら時間をかけて大会組織委員会が候補作をチェックする。最初案に似たものが見つかりデザイナー本人の修正で対応することもあった。国際コンペなどによって大会組織委員会が決める。指名コンペの場合もある。古いにかけた応募資格条件が事前にろけられることもあり。 2020年夏季東京大会の初回公募では、計104作品のうち海外からの応募は4作品にとどまった。応募は一人一作品とすることもある。2020年夏季東京大会では、仕切り直し後の選定の際、候補作を事前公表したが、五輪史上初の試みと言われる。2012年夏きロンドン大会や2016年夏きリオ大会では、 およそ開催の5年前にエンブレムが決定、発表された。なお、夏冬ごとにオリンピックの閉会式では開催都市への引き継ぎイベント、ハンドオーバーセレモニーが実施され、エンブレムが世界中の目に触れる一つの機会となる。オリンピックデジグネーションはオリンピックに関わる映像、または音声を意味する。オリンピック憲章第一章、オリンピックムーブメントとその活動の 規則7から14付属最速には 4NOC オカグによるオリンピックエンブレムの創作と仕様があるなどの内容上述のオリンピックシンボルパラリンピックシンボルをアレンジしたもののほか聖火やメダルをアレンジしたものも規定で禁じられているという1968年夏期メキシコ大会や1976年夏期モントリオール大会は トップエンブレムと一体か、2012夏季ロンドン大会はトップエンブレムに内包、2014冬季ソチ大会はトップエンブレムがないようなデザイン。これらのデザインはその後の大会エンブレム制作では認められなくなったという。オリンピックメダルの連想からか金色や銀色が部分的にしばし用いられた。ポスターなどでは特色印刷にすることもある。 カラフルなものも増えてはいるが、2008年北京大会や2020年東京夏季大会など単色の場合もまだある。2度開催されたインスブルックオリンピック。1976年大会では1964年大会のエンブレムがかなり踏襲された。開催国の国旗がモチーフになることもある。日本では経営4回のオリンピック開催のうち初めの2大会で、 日の丸が用いられた。他の国でも、九百九十二年、アルベールビルオリンピックで赤、白、青のトリコロールが使われ、二度開催された、ロサンゼルスオリンピックはどちらも正常期を彷彿とさせるものだった。走る人を表現したエンブレムもいくつかある。冬季オリンピックでは、雪の結晶マークもしばしば見られる。開催年の数字をモチーフにしたのが二千十二年のロンドンオリンピック。 承知エンブレムにおいてもいくつか見られる。なお、例えば、富士山など、社会の共有財産とみなされるものと、混同させるようなデザインを含まないとの、IOC 規定があるとも言われる。ありがとうございます。